こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。これまでこちらへの敵対心を持って絶対的な支持率を保持しているムンジェイン大統領ですが、ここに来てすり寄り姿勢を見せてきています。どうしてもスワップを結びたいのでしょうか。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。新型コロナウイルスの感染が拡大している日本に、ムンジェイン政権がマスクを支援する案を非公開で打診したことが26日分かった。韓国政府は在日韓国人社会の有力人物を通じて自民党幹部に新型コロナウイルス問題協力案としてマスクを支援できるとの考えを伝えたという。一部の在日韓国人関係者は外務省の関係者とも接触してこうした考えを伝えたとのことだ。在日韓国人社会では新型コロナウイルス問題を契機に韓日は協力のきっかけを見出すべきだと見てマスク支援に前向きになっている。日本側がこれを受け入れれば民間レベルで両国間の交流を進めてきた韓日経済協会が積極的に乗り出す案も協議されるという。これに先立ち東京の駐日大使館関係者も在日韓国人関係者に会ってマスク支援策などについて協議した。韓国政府の提案に対し日本側は明確な見解を出していないという。日本は21日に台湾からマスク200万枚の支援を受けた。菅官房長官は記者会見でこれについて感謝の意を明らかにした。しかし安倍内閣は韓日関係が悪化している状況でマスクを韓国から支援してもらうことについて慎重な姿勢を見せており、マスク支援が実現するかどうかは不透明だ。これと関連して韓国政府が新型コロナウイルスの感染の有無を調べる PCR 検査キットなどを日本に支援する案について第二次世論を考慮しながら検討していると朝日新聞が26日報道した。韓国側はこれにより停滞する対日関係改善の足がかりを得たいとの思いもあると同氏は伝えた。朝日新聞は25日にも世界標準の韓国式コロナ検査日本が採用しない理由という見出しのソウル特派員記事で、日本が韓国支援を受けていない理由について日本が韓国の支援を受けると強制徴用問題や輸出規制問題で譲歩しなければならない状況が起こることを警戒しているためと書いている。それではネットの反応です。ドクトという名称でマスクを支援してください。まず要求されていないんだから、要求されたからそれを検討するのが正解だろう。日本人のことは残念に思うけど安倍政権の傲慢が本当に1枚3000ウォンで売れ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。